今回はシクメルリ村のシクメルリを作っていくわよ。どういうことなんだぜ。それじゃあ今回もシクメルリを作っていくわよ。シクメルリって言っても前回とは違うんだよな。それに前回のも松屋のシクメルリとは結構違ってたし、どうなってるんだ。それじゃあそこら辺を含めて解説していきましょい。前回も言ってけど、シクメルリってジョージアって国の料理なんだよな。そうよ、ジョージアは東ヨーロッパもしくは西アジアに区分される国で、昔はソ連に属していてグルジアって国だったのよ。その後1991年に独立したんだけど、ジョージアの要請で日本での呼び方が英語由来のジョージアになったのが2015年になるのよ。私としてはジョージアって言ったら缶コーヒーなイメージがあるんだぜ。マックス缶コーヒー美味しいもんね。私には甘すぎるかしらね。どっちかって言うとクラフトボスのが好きね。それサントリーな。じゃあ排水口の中からピエロが、ジョージー、すぐに呼びましょう。陰陽師、レッツゴー。はい、まああのジョージアはアメリカのジョージア州から来てるから、今回のジョージアとは全く関係ないんだけどね。そうだったんだ。もともとジョージアには昔から鶏肉とガーリックソースを使った料理があったそうだわ。これが前回作ったシクメルリになるんだな。それに牛乳などの乳製品を加えるようになったのが今回作るシクメルリになるわ。またこれがジョージアのシクメルリ村に伝わって全国に広がったとか、シクメルリ村のシェフが考案したからとかが名前の由来になってるんだけど、昔からある料理だから定かではない部分があるのよね。そんな、しっかりしろ霊夢。私の頭が定かじゃないわけじゃねえよ。話ちゃんと聞いてろ。ちゃんと聞いていたぜ。つまりはシクメルリはメリクリってことなんだな。全然聞いてねえじゃねえか。メリクリどっから来た。昔からある料理って言っても、日本でいう豚汁とかおにぎりみたいな感じで、短すぎて海外の人に勧める料理ってわけでもなかったみたいね。それがこんなに広まったのは松屋がきっかけだったのかな。そうね、松屋が2019年12月に店舗限定で販売を開始したところ話題になって、ジョージアの駐日大使がツイッターに食べるところを投稿したり、ジョージアのテレビでも日本のシクメルリ事情を紹介したりと、いろいろあったそうだわ。その後松屋のシクメルリが全国展開されて、今ではコンビニとかでもシクメルリ的なものが売られてたりするもんな。そうそう、松屋のは日本人向けでご飯にも合うようにアレンジされているから、次回はそれを作るわよ。おお、それも楽しみなんだぜ。それじゃあまずは今回の材料紹介妙音。鶏もも肉、バター、牛乳、塩、胡椒、コリアンダーパウダー、フェヌグリックパウダー、ニンニクチューブよ。ほとんど前回と一緒じゃね。そうね、お水が牛乳に変わっただけだわ。そうすると作り方って前回の後半まで一緒じゃ。君のように勘の良い柿は嫌いだよ。柿じゃねえよ、法隆寺の鐘鳴らすぞい。どんな脅しだにょん。ほらほら、調理開始調理開始。まあそんなわけで、調理工程は前回とほとんど一緒だから、今回は巻き巻きの糸巻き A でいくわ。いや、それ糸巻き A じゃなくて糸巻き人でな。むしろ自分を人手マンと思い込んでる糸巻き A だったわ。知っているマリサ、この子は一人一人は人手マンと思い込んでる糸巻き人でだけど、二つ合わさればスターリンと思い上がるわ。思い上がらせんな。っていうか巻きでって言いながら、一体何に尺を使ってるにょん。確かにそれは高橋がににょん。っていうか、このネタ前にもやってたじゃねえか。受けが良かった気がするので、ついめたいめたい。改めて今回は最後の方まで巻きでいくけど、概要欄に前回今回の動画リンクも貼っておくから、そちらを見てもらうとわかりやすいかもしれないわ。それじゃあまずは鶏肉の両面に塩コショウをしていくわ。塩味がつくのはほとんどここだけなんで、がっつり目で OK だぜ。そしたらフライパンにバターを溶かして、皮目から鶏肉を焼いていくわよ。分量も概要欄に書いてあるにょんよ。アルミホイルでカバーしつつ、重しを乗せて押し付けるように片面7分ずつ焼いていくんだぜ。焼けたら鶏を取り上げて一口大に切っておくにょんね。この残った方の油にコリアンダーパウダー、フェヌグリックパウダー、そしてたっぷりのチューブニンニクを入れて軽く炒めるんだぜ。この後は前回も言ったけど、私たちはここまで2回分を作ったから半分に分けたけど、概要欄の分量通りに作ったらそのままいっちゃって OK よ。ここにお水の代わりに牛乳を投入するわ。投入な。牛乳を投入ってなんだよ、錬金術かよ。そしたら混ぜ混ぜしながら火を通していき、ここに先ほど切った鶏肉を入れて数分煮込んだら、最後にパセリをかけて出来上がり。料理工程8割どころじゃなく一緒だったにょんね。なんかもう15割は一緒だったよな。限界超えてるだろそれ。実際レシピの水を牛乳にしただけだしね。それじゃあいただきます。その顔怖えって。前回のもこってりマイルドだったけど、さらに味のソリッドさがなくなった感じがするわね。こっちの方がお肉に味がよくついている感じもするにょん。それじゃあ次回は松屋のシクメルリを作っていくわけだな。そうね、次回も楽しんでいきましょう。だからその顔やめろって。絶対なんかの生き血とかすすってるだろ。主食はパンケーキです。嘘だ。